パリ五輪日本代表選考会全農カップ東京大会7月22から23日東洋大学赤羽大キャンパスヘルスポハブさん22日女子シングルス1回戦で早田ひな日本生命が山室さや桜川丘高校をゲームカウント4-0で下し準々決勝に駒を進めたライブ配信第5回パリ五輪日本代表選考会7月22日 土曜日から23日、日曜日開催簡単譜結果速報、トーナメント表パリ五輪選考ポイントを497.5点として独走する早田は、まだ15歳で2023年全日本ジュニアベスト8のカットマン、山室と対戦した。第1ゲームは3月3日までセルも、アップサーブやドライブ構成で早田が抜け出し、11対4で先制。山室も第2ゲームは食い下がり、 バックサーブや横回転カット、さらに変化カットで7-5とリード。しかしそれに対応した早田が一気の6連続ポイントでここも取る。攻撃姿勢を強める山室にも、カウンターでやり返して追い上げムードを削ぐ早田。3ゲーム目も11対3で奪い、第4ゲームも前後への揺さぶりとパワードライブで圧倒。そのまま押し切り、8歳下の挑戦をどけた。 全能カップ東京大会女子シングルス1回戦。早田ひな40山室さや。11 11分の4マイナス11分の7マイナス11分の3マイナス3。